はい、どうもということで、めぐみでございます。ちょっと今日ね、緊急でちょっと開封動画っていうか撮ってない。プレ版からね、ファルブっていうのが来たんでね、ちょっと開封していただと思いますね。私のコラボブースターの、スターターか、対決ビジュアル軍団。いやー、やっぱね、ウルトラマン大好きなんで、ちょっとこいつがちょっと3つ頼んだのがさっき届いたんで、もう一箱だけちょっと開封していこうかなと思っております。はい、サムネこんな感じかな。サムネかな。ちょっとね、ちょうどステッカー切ったんで、ハサミが近場にあったんですけど、これね、ちょっと割と楽しみにしてたんですね。なんだっけな、ベリアルがグラモーカネクサスになって、ああちょっと突然になったな。グラモーカネクサスで初登場するって言ってたんで、なんだかんだ言ってて、自分もあれなんですよね、ライダーというか、まあ、ちょっと本当ウルトラマンから入ったんで、やっぱウルトラマンの愛はすごい多いんです。重いってわけないけど、まあ言うても、昭和とか、なんだろう、平成初期、ティガタ、アイナ、ガイアあたり、そこら辺が一番詳しいってだけで、だから逆になんかニュージネか、あっちら辺を全く持っても、まあ、見てはいるけど、そこまで本腰ではないって感じなんですよ。なんで、まあちょっと、詳しくまでは解説できない。おー、ちょっと待って、かっこよくねえか。いや、いいね、これ。それじゃ裏ベリアルで。いや、かっこいいよ、ほんとに。バトルスプレイです。で、表面に、なんか、すでにやつですね。こんな感じか。いや、これ、ストレージと、なんか、デッキの、なんか、サイドコートか、ここら辺のカードはいろいろ入ってっていう感じなんで、あれ、割ればいいんだけど。いやーね。こればかりちょっと BGM とかつけてダメ、開封しちゃうです。うわ、ちょっとめっちゃかっこよくねえこれ。やば、ウルトラマンベリア、かっこいいな本当に。これもうやばいよ、これもうストレージからあの塊じゃん。うわー、ちょっと待って、うわ、スリーブめっちゃかっこいいし、これ見て。じゃ、右半分ジードでさ、左半分ベリアになってる。しかも超テカって、うおー、やべ、めっちゃかっけー。いやー、いいな、やっぱこういうの、ほんとバトルにこういうことやってくれると嬉しいんじゃないですか。俺デビューすよ、悪の権化ウルトラマンベリアル交換に関してはあれですかね。まあ見た感じ、まあ怪獣星人ベリアル Z のと、コスダイン上のあと紫とシングのブレイクかなで反応するってやつで、赤としても扱う、強いな、普通に強いな。ジンボラッカとして扱って、フラッシュでまずグランフォーゼかな、グランフォーゼな、これレベル1、2でフラッシュ自分のアタックステップ、このネクサスのコア2個ボイドに置く、このターン内でこのスピリット、このネクサスはレベル1、レベル2の、BB が3000のスピリットした扱い、グランフォーゼのネクサスには剥がれてないっていうわけですね。まあ、ベリア自身になっているんですね。で、フュージョン効果が、フラッシュでお互いのアタックステップですね。単位2回、自分の手札にあるカードに、怪獣星に Z を含むスピリットカードを1枚破棄したカードのレベルの BP、レベル1の BP 以下のアイスピリットで破壊する。微妙だね。微妙。でも、全然いいね。イラストだけ十分アドあるから。これさ、なんか、僕は、これコアですね、ペンチ通り。コアと、ソウルコア。あ、だけだね。なんもない。あ、スキーだけですね。はい。まあ。ちょっと見てこよう。かっこいいなぁ。いや、いいね、やっぱ。もうウルトラマン大好き、ほんとに。ちなみに自分が一番好きなのはガイアですね。ガイアとタロかな。
で、お、あ、ビール2枚入ってんだ、いいね、いいね。で、おー、ペダリム Z、 かわいそうな人のやつだ。あ、一応怪獣扱いなんだ、へえ。で、コンスピリットアタック召喚、召喚アタック時、コスト3イクのアイスピリットいた破壊撃、破壊撃な、破壊した時か、破壊した時アタックステップだったら、ライフのコア1個いただくの。ほー、強いな。で、このスピリット相手のスピリットネクスマジックの効果を受けない。はい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 、はい、なんかキング上よくそうないな。あー、でもあれか、マジック受けなくなるのがあのペダニム合金みたいな感じで、あのキング上モチーフになってるから、いいねいいね。で、タテルズドン、あのスーパーミノのウルターマンの2面ボスですね。このスピリット召喚時外中ネクスタ1枚破壊するんで、あ、はいはいはい。メインステップで、シンボル追加ね、紫の。あ、強いな、普通に。だから赤紫なんだ、こいつは。で、疲労状態に、ビルダイタンスピッドマジックの効果が。へぇ、強いな。で、3枚入ってる。宇宙怪獣エレキング。これ、好きになっちゃないな。月光怪獣だね、確かあれ。で、ピピ2000以下、5000以下の相手スピッドいった破壊し、自分の勢いは安動する。あー、前よりだいぶ強くなったな。一番最初に出た時はだいぶ強くなってるな。で、画面に怪獣を禁じ、聖人を持つ自分のスピリットの効果で相手のスピリットを破壊するとき、上から攻撃を自分で攻める。え、強くない？結構強いね。いいね、いいね。お、ドクロ怪獣、レッドキング。あ、紫ゲーム持ってるか。へぇ、面白いな。画面に怪獣、聖人を含む自分のスピリットの効果で敵を破壊する。あー、はいはいはい。要は、怪獣とベリアの効果でデラスに置かれたら手札に加えるってやつね。で、あ、フラッシュがアクセルかな。で、1万2000以下のスピリットを破壊して、破壊したらワンドロス。強いね。強いね。で、ファイヤーゴールドだ。もっさりせんないだそう。なんだこれ。何、おっぱい飲んでんの。もうちょっとゴールドっぽい感じ出してほしい。はいはい、シアアタックできるのね。で、で、破棄することで BP、あの、パワーアタッカー1万2000、1万ってことか。はいはいはい。で、自分のアタックステップで相手のスピリット消滅破壊するときワンドロス。強いね。いるだけ強いな。で、これ2枚ね。お、スキャルゴーラー。いいね。で、一応怪獣含みやす。で、このパートの間、このスピリット無色と相手が、強いな、ちょっと待って。無色扱いにして、相手スピリット、はいはい、シティアタックしてバロックされたらバトルするライフ自作曲。強いな、お前。しかも6コスか、お前。安っ。自分のトラチャンネル、カード目にゴムラ、レッドキング含むカード1枚につき、このスピリットの PP3000 し、赤字ブリック追加するっていうことです。最大3個で。強いなぁ。強いなぁ。ちょっと待って、これさ。ゴムラ、レッドキング含んでたら、もうクスカルゴムラ2枚入るっていうだけでも十分入る。あの、もう1枚、ブッチもトラチャンがあるだけでも十分使えるってことか。宇宙恐竜 Z の出たあのウルトラマンと組めさせた謎の光線、謎っていうわけじゃないけど。で、アイテムグラムオカネクスと例えばコアを全てボイドに置く、またはアイテムのカード名北ドアイのウルトラマンを1枚破壊する。あ、はい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 。やっぱこれ一応場所は怪獣墓場だけど、モチーフとしてやっぱウルトラマン、一番最初のウルトラマンをね倒したというモチーフになってますね、これ。で、BP6000、9000以上のアイテムスピリットいった破壊することでこのスピリット回復する。ほう、強いな。データフォークン怪獣タイラント、なんか顔ブサいちょっと。バースモンド、バースモンドだ。へー、バースで、召喚時 BP1 万以下のアイテムスピリット5体5破壊する。はい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 、だからこの5体があのウルトラ兄弟になる、あのゾピーからエースまでのやつを表すんですよね。で、破壊する ワンドロスね。で、アタック時に赤のシンボル1個追加で、まあ最後には太郎にただあのランスぶん投げ、あの自分の武器ぶん投げられて、ぶん投げられてあの倒されるっていうね。出た、分身宇宙人ガッツ宇宙人。これはあれかな、あの新しいやつだな。自分ワンドローね、まあ召喚時ワンドローで、フィールドに離れるとき、自分の手札にあるケアの目に、聖人宇宙人ベ、あー、まあ、今回の、まあ、ウルトラ怪獣系のやつを、ヒーロー上でフィールドのね。
あ、レベル2、あのレベル2で、赤シンプル追加できると。もうなかなか強いな、こいつも。あ、出た、レイブラッド星人。究極攻めたレイブラッド星人。デッキトップ目は3枚めくって、どんなかベリアル含むカードと、カード目に怪獣含むカードか、ピカバトライザーを1枚手札に加えるね。で、ベリアル含む自分のフェルターにネクサスは、効果を受けなきゃ。強いな、あ、待って。はぁはぁはぁ。グラモクネクサスも入ってるから、これ多分相手のさ、なんかね、グラモクネクサス参照するやつ防げんじゃん。お、強いな、こいつ。まあ、これが、こいつがいたからビリアルあれになっちゃってんだけどね。大体元気ですよ。データ宇宙忍者バルダジェ、かっこよすぎね、これ。イラスト。マジ最高なんだけど。やば。召喚時ボイドから怖いくつつ、このスピリットとこのスピリット以外の、カズメに書いてる星人も、あ、強いな。はい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 。強いね、普通に。4個なんだ。で、このスピリットアタックじゃ自分の、あ、デッキトップから向けて分身効果でね。はい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 。まあ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 。強いな。コアプが強い、コアプが強いぞ、こいつ。あ、出た、凶悪内力の精神。あの、後ろに若干偽ウルトラマン映ってますよ、これ。あ、一応、カード名にウルトラマンとして扱い、そうそう、ウルトラマンに化けるから、こいつ。ちゃんとそれ再現されてんだ。で、ギガバトナイザーも、手札に加えることができる。あ、でも、取らしてないですか、これ。はいはいはい。だから、こいつがそのギガバトナイザー持ってきて、ベリアル渡したからね。で、まあ、アタック時の効果も、よくあるやつだ。いいね。データシャプレー星人。暗黒星人、シャプレー星人。見た目好きなんだよね。防具星人っぽくて好きなんだよ、こいつ。で、自分の手札新しいアルカの上に感じもくない。あー、はいはい、ニコス払ったでしょ。強いね。はいはい。で、赤シンボル1個追加で、リサブネコ。まあ、よくあるやつだ。まあ、サポートですね。で、キコバトルライザー。いいね。はいはい。グラモカーの、やっぱりね、シングのやつだね。まあ、よくあるやつだね。一つ目の効果はよくある感じかな。まあ、アタック時に、リザーブを置いて数字を持ちつつあるワードで、トラッシュになる、スキルの方があれか。ネクサスプレイブしてるときは、自分のアタックステップ、こういうネクサスボイドを3つ置いて、自分のトラッシュになる、まあ、ウルタ怪獣軍団のやつを1体コストしやすい召喚する。まあ、ちゃんとね、ギガバトライザーの効果を、軍団に再現されてるってやつね。これで両方つけることでできる。リミテッドバリアいいな、このデザイン。みんな大好きリミテッドバリア。はい、まあこれはもう省略します。最悪なんでね。いいな、イラストすっげーいいな。白鳥貿易もやべえな。キング城じゃん、ちゃんと。やば、これ使おう。おー、ジーノかっこよ。ここできたか。普通にさ、コラボブースター出せよ。いや、2出るか。召喚獣2ドローして、デッキも破棄で、この、ウルタマン破棄したら、相手のクロモクネクサが怖い。ここ、ボイド、あ、だからこれで、ベリアルを無効にできるんだよ。ベリアル溜まってる子をなくすことができるっていうね。なくすっていうか、まあ、削減できるってことか。はい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 。だから、ウルトラマン、ウルトラマンとビリアルの融合するやつなんだけど、そのビリアルの要素をそのウルトラマンでちょっと浄化するみたいな感じのやつを、それをこの酵素、グラボカネクサスのこうここボイドに置くってやつ再現してるのか。へえ。で、まあアタックじゃもういいと思うやつな。となると、これはプリミティブか。あ、違う、 EX ボムえ、ここで EX ボムラスか。ああ、まあ大怪獣出てたかな。え、ウルタマン含む自分の効果でアイメキャットの芯を置かれたらこのカード手札に加える。謎いな。これゲームでは思いっきりウルタマン惨殺してたのや。ウルタマンサポート得て手札に加えるんだ。謎だな。
もうレイブラッツ星人の方がいいじゃん。もうレイブラッツ星人の方がレイとかの効果が良かったんじゃないと思うけど、まあいいや。で、バーストで、相手のスピリットアタックの、スピリットアタックの、あ、強いね。8コストで、ブレイブのコストの、コスト BP を無視して、コスト7以下の相手のスピリット1体と、BP1 万3000以下の相手スピリット1体破壊するで、破壊したら出すよってやつね。強いね。兄さんが、相手の効果でアタックセット終了できず、フィールド状態のこのスペクターで相手の効果を受けない。おー、強い強い。強い。いいねー。で、あ、ゼロビヨンドなんだ。はー、でもそっかそっかそっか。あの、ベリエルだから、なんだっけ。あの、Z の最終形態、ちょっと名前と忘れちゃったけど、あれになってんじゃん。共鳴戦略、共鳴。アストロシジャスになるよって感じだけどさ、ビリオも。んで、召喚値、カード種類突然減して、カード種類、だから、あの、スピリット、マジック、ネクサス、マジックか、そのどっちかの、種類宣言して、そのバース発生できないってやつね。バースト封じして、コスト8以下のアイテムピッて高いして、ポイント管理、ここに来る。強いな。で、2個下がって回復。うん、強いな、お前。以上かな。はー、いいね。いやー、うん、気がついたらもう16分になっちゃった。いや、これでね、やっぱだいぶ怪獣系の、前回の怪獣のやつ組んでてちょっと人権なかったのがようやく手に入ったのかなって感じで、ちょっとデッキ組み直しさせていこうかなっていうのがありますね。そこからこんな感じでありがとうございました。